フェルメールのサインデルフトに現存する居住跡を示す。プレートヨハネス・フェルメールは、ネーデルラント連邦共和国の画家で、バロック期を代表する画家の一人である。映像のような写実的な手法と、綿密な空間構成そして光による、巧みな質感表現を特徴とする。フェルメールの通称で広く知られる。本名ヤン・ファンデルメール・ファンデルフト。 フェルメールは同じオランダのレンブラント、イタリアのカラバチョ、フランドルのルーベンス、スペインのベラスケスなどと共にバロック絵画を代表する画家の一人である。また、レンブラントと並ぶ17世紀オランダ黄金時代の代表画家である。生涯のほとんどを故郷デルフトで過ごした。最も初期の作品の一つ、マリアとマルタの家のキリストに見られるように彼ははじめ、 物語画家として出発したが、やがて1656年の元気のある鳥持ち女の頃から風俗画界と転向していく。現存する作品点数は研究者によって異動はあるものの33から36点と少ない。この他記録にのみ残っている作品が少なくとも10点はある。1632年にデリフトに生まれる。 同年10月31日にデリフトで洗礼を受けた。本業の木の織物職人を務める傍ら、パブと宿屋を営んでいた父レイニエル・ヤンス・ゾーン・ホスは、ヨハネス誕生の前年に、画家重心のギルドであるセールカ組合に画商として登録されている。ヨハネスの本名のファンデルフトは、デリフトのという意味で、彼がアムステルダム在住の同性同盟の人物と、 間違えられないように付け加えたものである。父親のセイホスは英語のキツネを意味するものだった。父がなぜファンデルメールに改正したのか、またヨハネスがなぜそれを短縮してフェルメールとしたのかは分かっていない。10年後の1641年には、現在フェルメールの家として知られるメーヘレンを購入し、転居した。フェルメールは1653年4月5日、 カタリーナ・ボルネスという女性と結婚したが、彼の父に借金があったことや、彼がカルバン派のプロテスタントであるのに対して、カタリーナはカトリックであったことなどから、当初、カタリーナの母マーリア・ティンスに、この結婚を反対された。デリフトの画家レオナールとブラーメルが、結婚率改人を務めている。この8ヶ月後に、セール家組合に、親方画家として登録されているが、 当時、親方画家として活動するには6年の下積みが必要だったため、これ以前に誰かの弟子として修行を積んだはずだが、指示した人物については不明。彼ル・ファブリティウスとの説もあるが、確証がない。なお、修行地はデリフト以外の場所だった模様。新婚当初はメイヘレンにて生活していたが、しばらくしてカタリーナの実家で、 大変裕福な母親と共に暮らしを始めている。この理由はよくわからないが、カレル・ファブリティウスも命を落とし、作品の大半を消失させた1654年の大規模な弾薬庫の爆発事故が原因とする説がある。彼らの間には15人の子供が生まれたが、4人は溶接した。それでも13人の大家族であり、家業では養うことができなかったため、裕福な義母。 マーリアに頼らざるを得なかったと思われる。セール家組合父親の死後、1655年に実家の家業を継いでパブや宿屋でもあったメーヘレンの経営に乗り出している。こういった収入やパトロン、戦術の大変裕福だった義母などのおかげで、当時純金と同じほど高価だった、ラピスラズリを原料とするウルトラマリンを惜しげもなく絵に使用できた。また、 この年の9月20日、ピーテル・デ・ホーホがセール・カ・クミアに加入したことで、彼との親密な付き合いが始まった。この二人は後にデリフト派と呼ばれるようになる。他のオランダの都市に比べて、この時代のデリフトの美術品、工芸品は、よりエレガントな傾向があるが、それはデリフトの上品な顧客層やオランダ総督を務めた、オラニエ・ナッサー家の宮廷があるデンハーグに近く、 宮廷関係の顧客の好みが作風に反映されていたからで、フェルメールや手方法も洗練された画風の静寂な作品を描いている。1657年から彼は生涯最大のパトロンであり、デリフトの醸造業者で投資家でもあるピーテル、クラースゾーンファンライフェンに恵まれた。このパトロンはフェルメールを支え続け、彼の作品を20点所持していた。彼の援助があったからこそ、 仕事をじっくり丁寧にこなすことができ、年間に散策という仮策でも問題なかったと考えられる。1662年から2年間、最年少でセール家組合の理事を務め、また1670年からも2年間同じ役職に就いている。二度にわたって画家の組合であるセール家組合の理事に選出されるのは大変珍しいことであり。 生前から画家として高い評価を受けていたことが伺われる。レンブラントの時代は後継期に湧いていたが、1670年代になると画家兼美術賞である彼にとって、冬の時代が始まった。第3次エラン戦争が勃発したことで、オランダの国土は、あれ、経済が低迷していったことや、彼とは違った画風を取る若手画家の台頭によって彼、 自身の人気が低迷していったことが原因である。追い打ちをかけるように、この頃にファンダイフェンもなくなった。さらに、戦争によって、彼の義母は、かつてほど裕福でなくなり、オランダの絵画市場も大打撃を受けた。戦争勃発以降、彼の作品は一点も売れなくなり、市民社会の流行の移り変わりの激しさにも見舞われる、ことになった。この打撃によって、 オランダの画家数は17世紀半頃と17世紀末を比べると4分の1にまで減少している。フェルメールの11人の子供のうち8人が未成年であったため大量に抱えた負債を何とかしようと必死で駆け回ったがとうとう首が回らなくなった。そして1675年にデリフトで死去した12月15日に埋葬されたとの記録があるが 正確な死亡日は分かっていない。42歳、または43歳没。同郷同年生まれの織物賞であり、博物学者としても知られるアントニ・ファン・レイ・ウェンフックが死後の遺産管罪人となった。フェルメールの死後、妻カタリーナには一家を背負う責任がのしかかったが、結局破産し、過酷な生活を送る羽目となった。が、カタリーナの母マーリアは、 フェルメールの莫大な負債から孫たちを守るために、その遺産を直接、孫たちに手渡したため、カタリーナの生活を改善してやることはできなかった。1680年にはマーリアも死去し、彼の死後12年経った1687年、56歳でカタリーナも死去した。セールカ組合の理事に選出されていたことからも、明らかなように、生前は画家として高い評価を得ていた。 死後20年以上経った1696年の競売でも彼の作品は高値が付けられている。しかしながら18世紀に入った途端、フェルメールの名は急速に忘れられていった。この理由としてあまりに過作だったこと、それらが個人コレクションだったため公開されていなかったこと、芸術アカデミーの影響でその画風や主だった主題が軽視されていたことが挙げられる。 もっとも、18世紀においても、ジョシュア・レノルズは、オランダを旅した、際の報告において、彼について言及している。19世紀のフランスにおいて、ついに再び脚光を浴びることとなる。それまでのフランス画壇においては、絵画は、理想的に描くもの、非日常的なものという考えが、支配的であったが、それらの考えに反旗を翻し、 民衆の日常生活を理想化せずに描くギュスターブ・クールベやジャン・フランソワ・ミレーが現れたのである。この新しい絵画の潮流が後の印象派誕生へつながることとなった。このような時代背景の中で写実主義を基本とした17世紀オランダ絵画が人気を獲得し、フェルメールが再び高い評価と人気を勝ち得ることとなった。1866年に フランス人研究家トレビュールガーが美術雑誌ガゼットでボザールに表した論文がフェルメールに関する初の本格的なモノグラフである。当時フェルメールに関する文献資料は少なく、トレビュールガーは自らをフェルメールの発見者として位置づけた。しかし実際にはフェルメールの評価は生前から高く完全に忘れられた画家だったわけではない。 トレは研究者であっただけでなく、コレクターで画商であったため、フェルメール、再発見のシナリオによって、利益を得ようとしたのではないかという研究者もいる。その後、マルセル・プルーストや、ポール・クローデルといった文学者などから高い評価を得た。フェルメールのモチーフはこれまで検討されていないが、当時出島からオランダにもたらされ、評判を呼んだ、日本の着物と見える衣装の人物像が5点ほど見える。 オランダ絵画の黄金時代を花開かせた商人の経済力には当時世界的に注目を受けていた岩見銀山で産出した銀が出島からオランダにもたらされ莫大な利益を生んでいたことも関係している。トレビュルガーがフェルメールの作品として認定した絵画は70点以上に上る。これらの作品の多くはその後の研究によって 別人の作であることが明らかになり、次々と作品リストから取り除かれていった。20世紀に入ると、このような動きと逆行するように、フェルメールの贋作が現れてくる。中でも、最大のスキャンダルと言われるのが、ハン・ファン・メイヘレンによる一連の贋作事件である。この事件は百四十五年ナチスドイツの国家元帥ヘルマン・ゲーリングの妻、エミー・ゲーリングの居城から、 フェルメールの作品とされていた、キリストと開墾の女が押収されたことに端を発する。売却経路の追求によって、メーヘレンが逮捕された。オランダの司法を敵国に売り渡した、売国奴としてである。ところが、メーヘレンはこの作品は、自らが描いた願作であると告白したのである。さらに多数のフェルメールの願作を世に送り出しており、その中には、 エマオのキリストも含まれているというのである。エマオのキリストは1938年にロッテルダムのボイマンス美術館が購入したものであり、購入額の54万ギルダーはオランダ絵画としては過去最高額であった。当初名ヘレンの告白が受け入れられなかったため、彼は法廷で囚人監視の中、岩作を作ってみせたという。エマオのキリストは現在でも ボイマンス美術館の一角に展示されている。シュルレアリストとして有名な画家サルバドールダリはフェルメールを絶賛しており、自らテーブルとして使われるフェルメールの亡霊、フェルメールのレースを編む女に関する変質強的イコール批判的集作などフェルメールをモチーフにした作品を描いている。ダリは著者の中で歴史的芸術家たちを技術、 構成など項目別に採点しており、レオナルド・ダ・ヴィンチやパブロ・ピカソなど名だたる天才の中でもフェルメールに最高点をつけている。独創性において一点減点する以外はすべて満点をつけた。恋文1970年代以降、フェルメールの作品はたびたび盗難にあった。1971年、アムステルダム国立美術館所蔵の恋文が ブルッセルで行われた展覧会への貸し出し中に盗難にあった。ほどなく犯人は逮捕されたが、盗難の際に、木枠からカンバスをナイフで切り出し、丸めて持ち歩いたため、周辺部の絵の具が剥離してしまい、作品は深刻なダメージをこむった。1974年2月23日、ギターを弾く女が、ロンドンの美術館である、ケンウッドハウスから盗まれている。 この作品と引き換えに無期懲役刑に処せられている IRA 暫定派のテロリストプライス姉妹をロンドンの刑務所から北アイルランドの刑務所に移送せよとの要求が犯人から突きつけられた。さらに5週間後の4月26日にはダブリン郊外の指定ラスボローハウスからフェルメールの手紙を書く夫人と召使いをはじめとした19点の絵画が盗まれた。 こちらの犯人からは、同じくプライス姉妹の北アイルランド遺送と、50万ポンドの身の代金の要求があった。イギリス政府はいずれの要求にも応じなかったものの、手紙を書く夫人と召使いなど、ケンウッドハウスから盗まれた絵画は、翌週5月4日に別件で逮捕された IRA メンバーの宿泊先から無事保護された。さらに、ギターを弾く女も、 盗難から2ヶ月半後の5月6日、スコットランドヤードに対しロンドン市内の墓地に置かれているという匿名の電話があり、無事保護された。ラスボローハウスの手紙を書く夫人と、メシスは1986年にも盗まれたが、7年後の1993年に、おとり捜査によって犯人グループが逮捕され、作品は取り戻されている。 1990年3月18日のシニア1時過ぎ、ボストンのイザベラ・スチュアート・ガードナー美術館に、ボストン死刑の警察官を名乗る二人組が現れて、警備員を拘束、フェルメールの合奏をはじめ、レンブラントのガリラヤの海の嵐、ドガ、真似の作品など、計13点を強奪の上、逃走した。被害総額は、当時の価値で2億ドルとも3億ドルとも言われ、 史上最大の美術品盗難事件となってしまった。これらの絵画は依然として発見されていない。人物など、作品の中心を成す部分は精密に書き込まれた、濃厚な描写になっているのに対し、周辺の事物はあっさりとした描写になっており、生々しい筆のタッチを見ることができる。この対比によって、見る者の視点を主題に集中させ、画面に緊張感を与えている。レースを編む。 女の糸くずの塊、バージナルの前に立つ女の床の模様などが典型的な例として挙げられる。また、その絵の意味を偶意する画中画が描かれた作品が多い。フェルメールは描画の参考とするためカメラオブスクラを用いていたという説がある。彼の用いた遠近法については NHK 制作のドキュメンタリーフェルメール盗難事件にて別の研究成果が 紹介されていた。まず、絵の一部に消失点となる点を決め、そこに小さな秒のようなものを打つ。次に、その秒に紐を結びつけて引っ張る。この時、この紐にチョークを塗り、大工道具の墨壺のような原理で直線を引く。この線と実際の絵を比較すると、窓やテーブルの角のラインが一致している。 フェルメールの十七の作品において、秒を打っていたと思われる場所に小さな穴が開いている、ことからもこの手法が取られていた可能性は高い。少女の髪や耳飾りが窓から差し込む光を反射して輝くところを明るい、絵の具の点で表現しており、この技法はポアンティエと呼ばれ、フェルメールの作品における特徴の一つとされる。フェルメールの絵に使用される、鮮やかな青はフェルメールブルーと呼ばれる。 ありがとうございます。